はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルフィッシュです。では、今回は、信長の野望大使、うつけの天下、第2話、続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回までにですね、まあ、一通りなのかな、チュートリアル的な指南を受けながらプレイを進めてきましたので、今回はその続きになります。早速、じゃあ、時間を進めていきましょう。で、一応ですね、今回進めているシナリオが、1554年のシナリオで、聖徳寺の会見、まあ、終わりで起きた信長周りのイベントだと聖徳寺の会見、これは斎藤道三との会見を行った部分なんですが、今ですね、終わりはというと末盛織田家、まあ、いわゆる信勝、信行ですね、後の信長の弟と勢力を、まあ、領地を分けているような形になっていて、史実だと、まあ、末盛城の信行は後々謀反を起こして信長がそれを滅ぼすということになるんですけど、そのイベントがこの大使であるのかどうかわからないので、ちょっとねどうしようかなというところなんですよね。このまま進めてしまっていいのかどうかっていうのがちょっと難しいところ。利久の方に前回、行わせていた道三斎藤家の新書工作、同盟が結べる60までが達成されたということで、利久の方から、連絡が上がってますね。報告いたします。では今回はそれらのことを受けて先月の収支しっかりやっておきましょう。支出が720が、確かに支出が大きくなってるね。これ足軽雇ってるからだな。足軽の雇用にお気をつけくださいと言われてるけど、せっかく雇ったね足軽をなんか出しちゃうのはもったいないんで、できればそうならないようにしたいんで、商業圏をさらに進出していきましょうか。進出できるのが今だと関商圏だけか。じゃあ関に進出しちゃいましょう。で、0分の、1分の0になっちゃったんで、もうこれ以上は不可能だな。じゃあ打てるコマンドは以上かというと、同盟はどうなんだっけ。交渉は同盟を結ぶことができるっていうものになってるんですけど、その他何ができるかっていうと、物資の取引や通商協定の締結もできると。さらに、講和や真珠の申し入れもここからやりますと。なるほど。で、他勢力に要望を送ると、それに見合った条件を提示される。ああ。まあ、これは当然交渉ですからね。で、交渉は要望を送る方が不利になりやすいため、慎重に行いましょうと。交渉では主に以下の交渉が可能。通商協定、同盟締結、婚姻締結、従属真珠。まあ、それはそのまんまですかね。で、さらに手切れ指示に、あとは、資源、金銭、兵糧、軍馬、鉄砲の要求、講和、家宝、廃城に独占解除。相手が独占中の証券の独占解除もでき、求められるんだ。このあたりって、はっきり言って、大名化した後ってあまり意味がないかもしれないんですけど、プレイの序盤は結構効いてきそうですよね。じゃあ、交渉コマンドについての指南をちょっと受けておきましょう。で、交渉コマンドでは多勢力と同盟や停戦、兵糧や鉄砲の要求を行うことができる。まあ、今見た部分になりますね。では、今回はせっかく斎藤家に対して身長60まで高めて同盟が結べる状態になりましたんで、斎藤家に対して同盟を結びましょうか。で、要求する条件を選んでくださいになってるんですけど、じゃあ、兵糧を要求するの？どういうこと？まあ、兵糧の譲渡だよね。兵糧を譲渡しましょうよ。譲渡して、今いくらあるのかちょっと見てないけど、譲渡して、相手に届きますということですね。で、今回は、同盟締結ができるかっていうと選べないんだな。じゃあ、改めてここから選びましょう。この勢力と同盟の交渉はできませんと言われちゃってるんだ。なるほど。じゃあ物資を、譲渡するの？マジで？何のために？完全に意味がわからないけど、まあ、とりあえず4000、譲渡しちゃったんで、譲渡しちゃいましょう。桶狭間の戦い、1560年まで、仮に義元が攻めてこないんであれば、1560年までは安泰なはずなんですけど、まあ、信長の野望ってそううまくはいかないんで、まあ、吉本がそのうち攻めて引き出すと思うんですよね。で、吉本の方の兵を、一応敵の兵力見れますね。こう見ると、鳴海に700、靴掛けに700、刈谷に1400、岡崎に2900。
っていう感じで見れるわけですね。ちなみに駿府は2200か、信長の方の決戦兵力は合わせて5000なんで、ちょっと今のままだと太刀打ちできないっていうことにはなっちゃうんだな。まあなんとかね、斎藤とは、道山とはしっかり同盟を結んでおいて、末盛雄だけ、まあ弟信行を下し、尾張を統一して、吉本に備えるっていう形になりますかね、そうなると。ちなみに画面はね、こんな感じでかなり綺麗ですね。一枚マップになってます。まあ、このあたりは前回の想像あたりもね、一枚マップになってたと思うんですが、まあ、より綺麗になったかなっていう印象がありますね。斎藤家との交渉になります。信長様の判断を仰ぎたく存じます。うん。他勢力との交渉対応について指南を受けますか？ここもちょっと指南を受けていきましょうか。交渉を持ちかけた勢力から返答。ここに空いてる条件を受け入れれば交渉が成立。だって今回って、お金を、兵糧4000を、待ってくれ。兵糧4000をだけにくれって言ってる代わりに金1800を斎藤家に譲渡しろっていうの。いや、これは無理だろう。だって金がなさすぎるもん。いやー、交渉を続ける必要がなくなった場合や条件を受けられない場合は拒否で交渉が終了。いや、これ無理だろ、どう見ても。だって、金銭8000って金ないもん。そもそも。承諾しようがない。最高賞だろ。だって、金銭今2400しかないのに、8000も渡せないでしょ。借金システムなんてないでしょ。いやー、これやる必要あったかって話だな。4000の兵糧を譲渡するっていうのは、くれっていう方だったんですね。で、商人の方から、日光助実。なるほど。家康自慢の美刀。これをくれるというんですね。まあ、くれる分にはもらっておきましょう。ただでくれるんでしょ。だよね、ただで。ただだったら全然もらうよ。斎藤家も名古屋証券に進出してきたと。いやー、結構来るね。斎藤家との交渉はもう別にいいんだけどな。正直言って。金銭収入が、やっぱりちょっとまだだな。少しお金を貯めていきたいんで。12月になったんで、冬の農民の農業への支持ができるということですね。で、ひよどの下がった城では、火巻きを行えば、数年は農作に耐えることができます、ということなんで、じゃあ3つの城に対して行っていきましょう。まず、キヨスからですね。農業なんですが、キヨスから。どうだ？これを見ると、下がってるのかどうかっていう意味が、いまいちわかんないけど、とにかく今言えることは、開墾が選べないっていうことですね。なので、まあ、ここは、選べるものを選んでいこうと。で、犬山の方は、なるほど、1個しか選べないか。そういうこと？で、今、キオスでやっちゃったんで、他では選べないってことですね。なるほど。このあたりは、ちょっと慎重に最初のうちは特にやる必要があるかもしれませんね。で、あとは、進出できるところで言うと、郡上八幡に進出できるんだったら、郡上八幡に進出しとくか、近いところで言うと、投資ができるんだ。投資するのがいいのか、新たに進出するのがいいのか。今だと、鳴海証券には、進出はできないよね。そうだよね。稲葉山には進出可能か。斎藤家マイナス34。ここは本願寺100。長島、本願寺100。まあ、この辺りに喧嘩売りたくないからな。どこに行くかだけど、一番効果が高そうなのはやっぱ鳴海証券なんだよね。
ただ、鳴海証券はさっき言ったように進出できないし、今進出できるのって、ミノは進出できるんだよね。斎藤とそういう、いわゆる通商協定が結ばれている状態なんで。となると、斎藤の中で大きいのは稲葉山証券だな。進出しましょう。かしこまった。で、行動数がないんで、これで送っていくと。まあ、これをひたすら最初は繰り返していく感じかな。で、あとは末盛城をいつ攻めるか。まあね、史実通りに進めるのが必ずしも信長の野望ではないんで。さあ、もうここは残念ながら拒否するしかないね。金がないからね。そもそも不可能っていうね。宣戦布告するんだったら、末盛だけだよね。ちなみにこの末盛織田家の状態見ると、同盟状態とかってどこで見るかだな。まあ、さっさと滅ぼしておきたいよね。ちなみに志も見ておきますか。信勝の志、外交ビューで見ると、どうなんだこれは。末盛織田家は特にないと。織田家は、斎藤と婚姻状態にあるけど、末盛織田家は特にないよね。何にもない。そうするとだ、志一応見とく。んで、家督継承か。まあ、信勝信行に関して言うと、当然やっぱりこういう展開になるんだよな。志、家督継承。我こそ正統の家督を継ぐ者。正統主張、宣伝。このあたりは先手必勝で、まあ、せっかくなんで開戦しておきますか。ちょっとね、まだ合戦の様子を全く見てないんで、合戦の様子も確認しておきたいですよね。じゃあちょっとね、末盛織田家に喧嘩を打っていきましょう。合戦を始めます。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。で、斎藤家が当家に助力。まあこれは当然婚姻してますからね。信長殿、この度の戦に備え心ばかりの品を送らせてもらったと。武運長久であることをお祈りいたしますぞ。ということで、金銭176、兵糧800、軍馬55、鉄砲23。ありがたいですね。で、行軍ですね。戦意とは、民や兵たちが合戦をどれだけ望んでいるかを示す指標です。戦意が高い勢力は、籠城戦で城が落ちにくくなり、決戦でも部隊の士気が高い。戦場は決戦や籠城戦の勝敗によって変化します。特に決戦では以下の条件を満たすと、戦意が大きく上がります。二次勢力が国力が大きな勢力に勝利した。次勢力より兵数が大きい勢力に勝利した。非常に多くの被害を敵部隊に与えた。戦意はどの勢力とも合戦をしていないと徐々に一定の値に収束。戦意が上がった時は一気に敵を追い詰めましょう。逆に下がった時は交渉の使者を送り停戦して立て直しを図るのもいいでしょうということですね。では、早速行軍をしていきましょうか。
戦線は済ませてあるんで、行軍ですね。で、行軍は各拠点の部隊を集結させて目標に向けて移動。行軍コマンドではまず目標の軍を選び、L1 を押しながら軍を選びと中継地点を設定できる。なるほどね。次に部隊の編成を行い、確認画面で行軍を開始。確認画面でマップ上の拠点や部隊を選ぶと、集陣させるかどうかを切り替えられます。行軍中に敵軍勢と接触すると決戦。接触者軍、括弧決戦場によって決戦の状況が変わります。決戦場の広さによって決戦開始時に出陣できる兵数が変わる。なるほど。最初に出陣できなかった兵は部隊が開始地点に留まっていると一定時間ごとに参戦。また、決戦場、ごめんなさいね。決戦場によって地形の属性が異なり、部隊の有利な兵装などが変わります。広や属性が自分に有利になる場所で決戦できるように行軍しましょうと。うん。そういうことですね。で、行軍と陣についてと。で、行軍で、戦場に敵に先より到着すると、なんかちょっとぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、陣を支配した状態で決戦が開始できる。陣を支配している間は戦況が優勢に進むことができます。ということですね。戦力的に劣っている場合は陣を活用して優位に戦いましょうということです。では、どこの軍に、兵を集めるかっていうことなんですが、末森織田城を攻めるんで、今回は。どこがいいかな。集めるんであれば、ま、荒子に集めるか、荒子に。兵は2万まで。で、鉄砲隊が下になってますけど、鉄砲隊はね、今回、下がりませんからね。というか、数が少ないですからね。で、まず、信長隊なんですが、信長隊は、副将に、こんな感じ？兵数はマックス連れてった方がいいでしょう、どう考えても。まあ、ここはね、やっぱりその、戦闘向きの武将を入れておきたいんで、そうなると、利家。まあ、副将利家ってでもおかしいよな。副将格はこの中だと誰？まあ、武勇が高い方がいいよね。武勇統率が高い方がいいんで、まあ、ここは統率とか、格は無視しましょう。で、小六入れてあげよう。で、先方は、突撃か足止め。なるほど。で、作戦は、進出鬼没か全軍突撃か。で、個性はというと、鉄砲配備に伊達天、指揮工場、工場の心得ができているということですね。まあ、鉄砲配備に関して言うと、鉄砲はそもそもいないんで、指揮工場がいいでしょう。じゃあ、これで決定していきましょう。で、秀吉隊。あ、なるほど。こんな感じで、隊、各々の隊が選べるんだな。で、丹羽長秀隊がいて、丹羽長秀隊は、犬山城から出てくると。で、清洲からは秀吉が大将。大将秀吉ってどうかって話もありますけどね。この時点では明らかに数正とか秀忠の方が格は上ですけどね。で、成政隊。成政隊は名古屋城。で、犬山城からは森吉成が出てきているという感じかな。じゃあこれで一旦、まあ、圧倒することができると思うんで、軍勢の確認を最後にして、出陣しましょう。今回兵数4000ですね。で、農兵が3500、足軽が400。これが、どう影響してくるかっていうのは合戦を始めてみないとわからないですね。じゃあ、荒子。これは、前だけ、最初の拠点ですね。荒子城。ここに集結して、進んでいきましょう。常に兵糧が減っていくんで、兵糧切れにならないように気をつけましょうね、ということですね。では、行軍を開始していきます。で、荒子に兵が集まってくるはずなんで、ちょっとその様子を見ておきましょう。集結中って感じで、今、荒子に兵が集まってきます。こんな感じで続々と兵が集まってきましたね。で、4000の兵が集まりましたね。集まりきったんで、この4000の兵で、末森織田家に戦線済みか。
となると行軍だな。行軍で今回は末盛城を攻略しましょう。ちょっと待ってね。行軍で末盛200だけ？いや、これはありえないな。今いる兵を選びたいんで、ちょっと待ってくださいね。今いる、この4000の兵を使って、行軍、これを末盛城へ出しましょう。編成を見ると、さっき出陣してる隊が全部出ますね。じゃあ、これで行軍開始。末盛城へ向かいましょう。報告します。この辺りはね、初めての合戦になるんで、ちょっと慎重になりますけどね。これより表情、で、ここで表情か。ちょうど今ね、末盛城攻めに入っていますけども、しっかり入れておきましょう。今回は秀吉が光り輝いている。まず秀吉の方はじゃあ絶対入れましょうね。流民増加上昇。これは決定。で、他で言うと、農業が高い方がいいんで、農業が上がるので言うと、どうしようかな。カズマスは戦か。今戦じゃないんだよね、欲しいの。15は欲しいんで、最低でも。そうなると、鉄砲の知見、大田牛一。入れると鉄砲取引が増加か。ただ金がない、今鉄砲取引やる意味あまりないんで、ここは、庭長秀を採択しておきましょう。で、あとは、そうだな、再興させる必要もないな、こうなってくると。武大士気が上がる、桑山入れておきたいね。あとは、軍事17か。軍事17でかいよな。ただ、武大士気向上ってかなり大きいんで、今回合戦中だしね。これでいきましょう。これで表情を終える。我が策を。お、定勝から再び、新規の方策の提案が来てるな。流民法。まあ、これはやっておきましょう。やっておきましょうっていうかね、勝手に追加されるんで。茶室外交。なるほど。まあ、信長はね、茶器を結構外交というか、あとは部下の統率とかにも使ってますからね。ちょうど今月12月号の歴史人では、利休と茶人みたいなタイトルの歴史人でしたね。見た方いらっしゃるかもしれませんが。じゃあ、方策なんですけど、まずは、農地拡張。これはやりましょう。で、あと、軍事が、さらに溜まってるんで、どっちにするかな。包囲時、敵兵量減少を高めるか、高速行軍を高めるか。そうだな。ここは、強速になっちゃった。高速行軍を入れておきましょうか。で、こんなもんですかね。商業が28あるけど、商業に関して言うとさっき言ってるように、特殊証券持ってないんで、あまりやる意味がないんですよね。なんのもんで、一旦これで先んじて終わりにしましょう。で、刀剣に使いたい。なるほど。秀政ね。吉本が名古屋城を狙っている。マジか。で、投資についての指南ですね。投資は証券の生産を増やすコマンドですということですね。まあ今まで進出をメインでやってきてましたけど、さっき、すでに進出済みのところは投資が出てたんで、まあそこ投資するっていうのも一つの手ですよっていうことですね。まあ、じゃあちょっと今回は投資を見ておきましょう。では、キオスの証券で、投資すると証券の影響度も高まります。他県と競合している証券に投入すればより大きな成果を得られる。なるほど。で、投資を行うと、証券を自分のところの勢力圏により引き込めるっていう感じですかね。じゃあ、今回はキオスで証券を投資しておきましょう。で、証券を発展させて、3つの条件を満たすと大証券が成立。1つの国の拠点が全て自主勢力に所属。1つの国の全ての証券の影響度が100。1つの国の全ての主要権の収入が一定以上。なるほどね。
これはじゃあまず尾張を統一するっていうところからかな。で、さっき証券はもうやってしまったんで、このままですかね。さあ、末盛小田城、末盛小田家を攻めましょう。ここは何？もしかして、おお、交渉の申し出が来てますね。講和の締結、金銭4183を小田家に譲渡。これは受け取ろう。4183はでかすぎる。受けよう。もちろんやめよう。じゃあ彼らは騎乗してもらいましょう。戻るぞ。いや、金が4183も入ったってマジででかいな。ちょっと早速次のターンで鉄砲を買い漁ろう。まあ、こんな感じで結構大兵力で攻めるとあっさり、もしかしたら従属とかもあるかもしれませんね。報告いたします。あとは今回のこの停戦合意がどんくらいの期間有効かっていうことですね。お、春になったね。で、献上品が来てるんで、茶道具。床の間に吊る船形の花入れ。本能寺の変で喪失。本能寺の変の前日には、公家衆を集めて、信長秘蔵の品をこう、みんなでね、めでてたらしいんですよね。で、翌日本能寺の変だったんで、結構なね、そういう、天下の名品と言われるものが失われてしまったらしいです。本能寺の変の時には。先月の終始でございます。では前回ちょっと実は忘れてしまっていたので、コマンドを打つのはね、なんで今回はちょっと忘れずにコマンドを打ちましょう。まずはキオスにさらに投資を入れておく。投資を入れてさらに前回はキオスでやったんで、今回は犬山城で種まきしましょう。で、種まきは他でもできるよね、当然。できないんかい。他のところは種まきされたでいいんだよね。されてなかったら悲しいけど。んで、あとは、取引ですね。鉄砲買おう。仰せの通りにありがとうございました。ありがとうございました。で、戦線、戦線はできないか。さすがにまだできないよね。さっき講和結んだ直後だもんね。講和直後の勢力には戦線復興ができない。まあそれそうだよな。じゃあ金がある今のうちにしっかり、歩兵しておこう。名古屋で。歩兵。キオスでも、歩兵。で、さらにどんどこ兵力を増やして吉本に備えておきましょうね。報告いたします。道さんがね、結構進出してきますね。バリ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 。これより
表情を行う。で、表情だな。お、常置が今回は光り輝いているな。で、今回、常置だと農業が17か。農業17でかいな。秀長の論議15もでかいね。で、富田に関して言うと、何、農業11、商業8、軍事7、これもでかいな。で、毛利新助はないね。信光もないな。数正は軍事毎回ガリッと上げてくるね。じゃあ今回はせっかくなんで、再興させてみます？せっかくなんでね。いや、再興すると光がなくなっている。そんなことさせなければよかった。まあしょうがないね。ここはじゃあ、秀長と、商業が上がる。商業今上がってもなって感じなんだよな。数正と、軍事が上がる、信光にしますか。これで行きましょう。んで、新規、法則点。おお、今回は秀吉だな。刀狩り。刀狩りは秀吉が初めてやったと言われてますからね。この策はいかがでしょう。で、成政からも。来てるね。サラサラ越え。これはあれですね。志津ヶ岳の戦いで、柴田勝家側についていた成政は当然秀吉からどんなもんじゃいと言われるわけなんですけど、その後小牧長久手の戦いで、まあ、いわゆる家康と秀吉が争うわけなんですが、一旦その戦いが収束してしまうと成政の立場っていうのはすごく悪くなるんですよね。なので、家康に対して対秀吉に再出兵してくれっていうことで、冬の山越えを行ったというのがこのサラサラ越えですね。では、これを見ていきましょう。刀狩りはどんくらいなんだろう。刀狩りとかめちゃくちゃかかりそうだね。ああ、でも農業30、軍事30とかその程度なんだな。茶室外交とか入れたいけどな。サラサラ越えはできるんだもん。サラサラ越えはというと、さあ、悪路行軍速度上昇。いいですね。まあ、ただ今回は、商業は使う必要ないんで、交渉術をやると外交交渉有利になると。うん、今回じゃこれ入れましょうか。まず一つ。で、さらに、日頃しか足軽徴用にするか。足軽歩兵速度上昇か。包囲時、敵兵量減少。これ、いや、これはどうかな。足軽徴用にしとこう。ちょっと籠城戦がね、どれくらい効いてくるかっていうのがまだわからないんで。まあ、ただ余ってるんでね、一緒にやっちゃえ。じゃあ、これでターンを送っていきましょう。まあ、末盛織田家を滅ぼして、まずは三河を、終わりを統一からですね。で、プレイ開始から約1年が経ちましたと。まあ、桶狭間の戦いの合戦イベントが起きる前にきっと吉本が攻めてくるんじゃないかなと思いますんで、まあ、それに備えておきたいですよね。重要な報告ありませんって言われるとなんか、それはそれで悲しいけどな。はい。というわけで、まあ、時間が30分ぐらい経ちましたので、合戦ね、ちょっと決戦の様子はお届けできなかったんですが、末盛城に対して出兵を行いましたというところで、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。